改革党は前々から税金の無駄遣い、これについて問題視しております。外国人生活保護という先進国はどこもやってないような変なことをやっているのが日本であります。他にも日本には変なことたくさんありますけれども、自分で自分の国を守らない憲法9条なんていうのがあるのも日本だけであります。でなぜこんなことになっているかというと、やはりまだアメリカの属国という立場から抜け出せていないと、こう考えるわけでありまして、日本改革党は我々が前々から言っていることは、外国人生活保護を廃止せよと、こんなのをやっている国は世界中どこかにあるのかもしれませんけれども、私は聞いたことがありません。せいぜいですね、教会で炊き出ししたりですね、自治体がフードスタンプを配るぐらいのものでありまして、現金を外国人に対してあげている、生活保護しているなんて国はありません。外国人、なんでですね、日本にいる外国人は生活に困ったら帰ろうかなって思わないんでしょうか。皆様おかしいと思いませんか。皆様が外国で生活保護をもらうぐらい困ったらですね、ああ日本に帰ろうかな、こう思うのが普通ではありませんか。そしてまずは日本大使館や日本領事館、日本人協会などに相談するのが普通でありませんか。なぜ日本にいる外国人たちは生活に困った、大変だということで、越谷市役所であるとか豊島区役所に相談に来るんでしょうか。皆様おかしいとは思いませんか。それにですね、日本で生活を保護してもらっている外国人は中国、韓国、いろんな国の人種が生活を保護してもらっておりますけれども、中国で日本人が生活に困ったとして、中国政府は日本人の生活を保護してくれますか。くれるわけないんですよね。とっとと帰れと言われるのがオチであります。なぜ日本だけが日本で生活に困った外国人を保護しなければいけないんでしょうか。他の国にいて生活に困った日本人は生活の保護なんかしてもらえませんよ。これは唯一同盟を結んでいるアメリカでも同じことであります。私が以前議員をしていた豊島区では、驚くことにアメリカ人の生活保護がおりました。アメリカで日本人が生活に困ったとしても、アメリカ政府は生活保護をくれませんよ。おかしいと思いませんか。世界一の GDP を誇る経済大国のアメリカ人がですね、なんで日本の豊島区で生活保護をもらってるんですか。越谷市役所、豊島区役所も同様ですけれども、生活に困りました、生活保護をください、こういうような外国人が来たらですね、その人らの大使館、領事館に連れて行ってですね、困ってるって連れてきてやったら、これが正しい措置だと思います。というわけで日本改革党は外国人生活保護廃止を訴えさせていただいております。越谷支部長、辺見正孝、お見知りおきください。